5月22日にカラで行われましたジュハロン110ヤードの G1 タタソウルズゴールドカップです。メンバー揃いました。一番人気は今4番手の外目、3番手の外目です。ニアルコスファミリーの青と白の勝負服、帽子が白、バゴですね。昨年の凱旋門賞馬です。前走今季初戦ロンシャンのガネーショーを快勝したところをこの番組でもご覧いただきました。単勝 1.9 倍の圧倒的一番人気に押されています。2番人気は王馬群の最高峰、緑の勝負服、アガカン殿下の勝負服です。アーザールールです。昨年セントジェームスエスパルステークスアイリッシュチャンピオンと G1 2つ持ってったアザームールの、彼はこれが今季初戦となりました。2番人気に押されていました。3番人気は馬群の2番手濃紺の勝負服、エースです。4歳馬ですね。前走今季初戦のロンシャンのガネーショー4着入線の後3着繰り上がりでした。4番人気が足が馬です。白と黒のチェックの勝負服、緑の袖、緑の帽子、グレイスワローなんです。足が馬、昨年のアイリッシュダービー馬、ここが今季初出走でした。そして先に抜けたのがグレイスワロー、外の白い帽子バゴが、追い込みきれないんです。実はここはね、グレイスワローが1着2着バゴ、3着にエース、最高峰から追い込んだアザムールが4着という結果になりました。勝ったグレイスワロー、2着のバゴはどうもいずれもこの後キングジョージ直行だそうですね。しかし今年のヨーロッパこの戦、層が厚いな。高メンバーで行われましたタタソウルズゴールドカップ。